井元帥です。今日はですねフルアーマーユニコーンを使ってきました。で相方がリボンズガンダムで相手が F91 とフルアーマーユニコーンですね。対戦よろしくお願いしますと。でね僕が今日フルアーマーユニコーンを使ってきた理由は一つですね、第三形態で、まあ、射撃武装しか使わないっていうね頭のおかしい武装を、戦い方をしてきました。というわけで、ね、格闘はちょっと触れないんでね本当に射撃だけで戦っていきたいと思います。まあめちゃくちゃね頭おかしい企画なんですけど、まあ、ここはね大元帥の腕と実力と勇気で戦っていきたいと思います。そしてちょっとね相手がすごい勢いで攻めてきてくれるのが気になりますが、ここはねしっかり殴られていきましょう。で相方がちょっとゲロ強いっすね。相方がちょっと強すぎますね。そして相手のフルコーンを落としてどんどん攻めてくる。いいね、とりあえずロックだけは集めてくよ。いいね、おっと爆弾食らってしまいましたが、まあいいでしょう。でこっちはね、かけてシューティングで、あいつ絶対ビビってますよね。シューティングマジって言ったところでサブサブとね、いいね、サブステップしていくよ。いいね、落とし機体が覚醒をされてしまいましたね。おっとここで落とされてしまいましたが、まあいいでしょう。これ以上できても相方に負担になっちゃうんでね、装備を切り離して援護していきましょう。そしてちょっとユニコーン君だけダウン奪いたいですね。おっといいですね、しっかりカットしてくー、最強でバルカンシャグランで敬意を示しくー。いいね、しっかり敬意を示すことを忘れないよ。射撃しか使えなくても僕はしっかり敬意を示して勝ちますと。いいですね、で相方のリボンガンダムがねめちゃくちゃ狙われてるんですけど、僕格闘でカットできないんでね、なんとか射撃だけでカットしていきましょう。で覚醒して、いいね、ビームラグ連打しよう。いいね、ビームラグ連打して射撃しくー、説教もう射撃をして敬意を示して、何か知んないけど僕のバルカンが当たってフィニッシュですね。うん、まあね射撃しか使えない第三形態でもねなんとか勝てるってことをね、まあ、敬意を示しながら勝てるってことを証明できたんでね、今日はかなり可能性を示せたんではないでしょうか。ありがとうございました。